関東連合は20世紀後半から21世紀の初頭期にかけて存在した日本の暴走族。東京都世田谷区や道杉並区の暴走族の連合体として1973年に結成され、2003年に解散。ところが解散後も OB 同士が上下関係に基づく強い絆で結束しているとされ、2000年代から2010年代にかけて東京。 六本木周辺などで発生した各種事件の関係者としてたびたびその名が登場してきた。そうした解散後の状況下にあっては、この OB らの結びつきを指して関東連合と一般に呼んでいる。東京都内の渋谷、六本木、西麻布、及び新宿のいわゆる地下社会にて一定の勢力を誇っていて既存の暴力団ではないが、 暴力的な犯罪を行う集団を意味する、半グレの象徴的な存在と言われる。その点では、ドラケンとの類似性も指摘される。グレン隊と称されることもある。改正暴力団対策法や、暴力団排除条例の影響で表立っての活動を失速させた暴力団に代わる形で対頭してきた勢力とする、見方もある。東京都内の、いわゆる、 アンダーグラウンド界隈では1990年代、初頭期頃からその名が広く通っていたものの、歌舞伎役者の市川海老蔵を巻き込んだ2010年の海老蔵事件をきっかけとして、全国的に知られる存在となったとみられている。溝の口厚氏によれば、2012年に発生した六本木クラブ襲撃事件の結果、翌2013年までに解体の危機といえる状況に陥った。 ウリタ淳氏によれば、関東連合を名乗って活動している者は2014年、中盤時点でほぼ解無、勢力はほぼ消失しており、事実上、関東連合は壊滅状態となっている。元メンバーの一部は、指定暴力団、住吉会参加の公平一家系組織に加入しているという、2019年には、元幹部だった松島茂が、 公平一家参加の堺組の組員として逮捕された。久田正義の外観によれば、暴走族、ブラックエンペラー及び、マットスペシャルを中核として1970年代に結成されたのが、本来の関東連合で、当初は会長を置いた上で、幹部会議を開くなどの活動もあったものの、1980年代の中頃から1990年代にかけて、有名無実化 ところが、チーマーの木興で暴走族自体は衰退を迎えていた時期にありながら、世田谷の上町、豪徳寺付近を拠点としていたチーム、小次郎が関東連合の復興を起きと、1980年代後半頃のことで、関東連合、上町小次郎を名乗り始めた同チームの動きに高応し、同じく従来からの関東連合所属チームであった、キ木面刀、メデューサ、 並びに、マットスペシャルなどが同様に、関東連合を名乗り始める。東京、渋谷の街1990年代、チーマーとの暴力的構想を経て、渋谷の非行少年会を制圧した関東連合は、やがて六本木へと進出、クラブを影響下に置いてゆく。2000年代にかけて、チーマーやイベントサークルを暴力を背景に牛耳った上で、彼らのいわば、後ろ盾となり、 それらを大企業とのビジネスに結びつけるなどで勢力を、慎重、時のオレオレ詐欺の流行がその勢力拡大に拍車をかける。夜の街を舞台に、いわゆるヒルズ族などの実業家らとの交友関係をも築き上げ、凶暴性のみならず人脈の面でも他のグループと一線を隠す存在になっていった。宵い闇の六本木のフィクションライターの小野敏郎は、 関東連合 OB グループを中心としたハングレ集団が六本木や新宿でそれなりの勢力を築いていたこと及び元関東連合メンバーによる俺らはこれからどんどん大きくなっていきますよ。俺らの時代が来るということです。との発言を2004年の段階で確認していた。そしておのによればまさにその通りになった。 海老蔵事件以外で関係者が関与した主な事件として、都内品川区が現場となった柴田大輔による障害致死事件、同大田区が現場となった石本大地による障害致死事件、同練馬区が現場となった現役メンバーによる殺人事件、同新宿区が現場となった OB グループ関係者の殺害事件、同高区が現場となった横綱力士、 朝昭流による障害事件、並びに OB による障害事件、指定暴力団住吉会系幹部を担う OB による山口組系元幹部らへの襲撃障害事件、及び OB グループと目される集団による殺人事件などが挙げられてきた。メンバーには貧困や差別など暴力団に足を踏み入れる、外然性の低い東京都内世田谷区や杉並区、 などの教育熱の高い地域で、比較的裕福な家庭に育ったものが多い。組織については、山口組などの暴力団組織と同列に、語れるような強固なものではなく、年代ごとの元総長のもとにつるむ集団などと、例えられるような、曖昧もこな形で成り立っているものと見られている。警察庁の把握によれば、暴力団のように明確な組織性はないが、 暴走族時代の先輩後輩や独自の人脈で緩やかにつながり、集団的、常習的に暴力的な不法行為をしている。ノンフィクション作家の溝口敦氏によれば、暴走族それ自体が暴力団の予備軍であった時代が長らく存在してはいたものの、関東連合の場合、暴力団に所属するメンバーはごく少数で、暴力団組員が仕切っているというような状況にも、なく、 むしろメンバーの多くに、暴力団を経営内しは軽蔑する傾向が存在している。六本木の関東連合に限ってみても、住吉会系暴力団組織などへの加入者がいることはいるものの、それは少数派であり、その活動において、暴力団とは一線を隠してきた。地元経営者の認めるところによれば、関東連合は六本木で、 暴力団と正面切って戦った唯一の勢力である。元メンバーとして知られる石本大地のことによれば、関東連合は、世田谷区と杉並区を拠点とした暴走族の連合組織で、彼が加入していた時期には、ビアマエク連隊、洋画原火会、チト世代ブラックエンペラー、鬼面刀、小次郎という5つのグループが存在していたという。 関東連合 OB の柴田大輔によれば、昨今、世間で騒がれている関東連合は、正確には、関東連合のメンバーとその地元の後輩内視は、周辺者。売田淳氏によれば、昭和53年生まれ世代の杉並区育ちの、者たちが結成した、暴走族、英福長22代目ブラックエンペラーのメンバーを、中心に組織化されたアウトロー集団。 暴走族としての関東連合の現役は昭和58年生まれの世代が最後となっている。警察庁の調べでは元メンバーに該当する者の,の総勢は少なくとも50名。六本木クラブ襲撃事件の首謀者と目される人物の統率グループは渋谷や六本木等でクラブを経営するなどしていた世代の後続にあたり多くが 飲食業や不動産業などの制御を有する昭和50年代生まれを中心とした50人程度からなる集団であった。このグループは関東連合の第三世代とされ、そのメンバーには数億円から数十億円の現金を有する者もいるという。警視庁の捜査関係者によれば関東連合の OB グループの存在は把握しつつも、すでに暴走族としての実態がないため、 組織としては事実、上の話にしてきたが、いわゆる、エビゾー事件を機に、実態解明への着手が、本格指導、組織犯罪対策特別捜査隊への専従犯の、設置に至ったという。2013年には、暴力団と同程度の明確な組織性はないものの、構成メンバーが集団で、常習的に暴力的な不法行為をしている、グループを定義とする。 純暴力団に位置づけた上での警察庁の号令に基づく実態解明の取り組みが指導している。ありがとうございます。